はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。もうすぐ3時ですね。3月は9日の木曜日でございまして、ですね、日経平均はプラス 178.26 ですね。ドル円は 136.859 というふうになりますね。注目ドルウォンはうにゃうにゃしてちょっと上がってますね。1319.60 となんとか押し返そうと頑張ってる感じがいたします。まあもうすぐ昼の部は終わりますけども、夜どうなるかですね。まあ、アメリカね、パウエルさんが利上げまた続けんでみたいな、そういうことをおっしゃったそうで、ちょっとですね、ウォンにとっては形勢不利かなという感じがいたします。そのアメリカなんですけどもですね、文春オンラインにこんな記事が出てまして、これは文藝春秋の編集部、やはり月刊文藝春秋って分厚いのありますよね、あれの編集部が出しているという記事でして、3時間前ですか、バイデン息子を金で籠絡、中国エリート捕獲の手口というタイトルですね。ちょっと途中から行きましょうか。この気球の話ですね。これはですね、このピーター・シュバイツァーさんという方がですね、書いたレッドハンデッド、アメリカのエリートたちはどうやって中国を助け金持ちになっているかという本がありまして、その中からそれを書かれたピーター・シュバイツァーさん、なんか名前からするとドイツ系という感じですけども、お顔もドイツ系という顔してますね、のインタビューですね。本当のところバイデン大統領は右往左往していたというのが実態です。あの気球の話ですね。最初は気球を無視しようとし、その次は問題なしと判断し、そして最後になって撃墜を決断したのです。まあそんな感じですね。アラスカから入ってきてアメリカ大陸を横断していますからね。住宅地に落ちるとかなんでええんって言ってますけど、な砂漠の上やないかアホみたいなですね。そんなこう矛盾を感じました。これで中国に甘く見られても、これでは中国に甘く見られても仕方がない。最初中国は地獄のものであると認めたのもバイデン氏の甘い対応を期待してのこと。懸念すべきは今後も中国から出方を試されることが起こるのか、あるいはもっと大胆な行動に出てこられる可能性もあるのかということです。この問いに対する答えは残念ながらイエスと言わざるを得ません。アメリカ人の中国に対する懸念は深刻さを増しています。私の著書レッドハンデッドが昨年5週連続でニューヨークタイムズのベストセラーリストに乗り続けたのはなぜかといえば、まず何より、いや普通のアメリカ人が中国との競争の激しさを日に日に実感していることがあります。そして2つ目には、アメリカのリーダーシップがそれに対してきちんと対応していないのではないかと国民から疑念を抱かれていることもありますと。ですね。で、そのアメリカのエリートたちがですね、どんどんその中国に取り込まれていってると、お金でもって、ですね、そのちょっと飛ばしまして、そこへ行きますね。最初にハンターってバイデンの息子ですの前に現れたのは、謝宝というさまざまなビジネスを手掛けていた中国人です。性犯罪とあらゆる分野に顔が利くので、ハンターたちは彼のことをスーパーチェアマンと呼んでいました。謝宝の義父は中国人民銀行で人民銀行トップで、後に天津市長も務めた蔡総流、読み方間違ってるかも分かりませんけど、ビジネスパートナーの一人には馬ですね、という元国家安全省次官が言いました。ハンターらは社法のバックアップを受け、ボッカイですね、日本語でハーベスト RST という投資法人を中国に立ち上げます。
バイデン家の弁護士は組織設立の最終交渉にハンターは関わっていないと主張していますが、ボハイが北京で設立を認められたのはハンターが父ジョー、今のバイデンですね、とともにエアフォース2、エアフォース1は大統領専用機ですね、エアフォース2はですね、いろんな人が乗るんでしょうね、で中国を訪れた10日後のことでした。つまり、副大統領であったバイデンとバカ息子のハンターは中国に行って、このビジネスをまとめ上げたんでしょうね。しかし、ハンターはボハイの株式の 10% を提供され、国有のコングロマリットや投資会社の紹介を受けます。ところがこの株式取得もハンターに十分な資金がなかったため、中国人幹部から借りています。もうですね、あれですね、おんぶに抱っこということですね。ハンター氏の前には次々と裕福な中国人が現れ、ビジネスの話を持ち込む、そして億円単位の資金提供を持ちかける。シュバイツァー氏によれば総額3100万ドルもの資金を受け取った疑いがあるという。3100万ドルと言いますとですね、40億以上ですね、45億ぐらいじゃないですかね、はい、をこのバカ息子ハンターを受け取ったんです。はっはっはっていう感じですね。父ジョー・バイデンはその後大統領になった。息子の件が問題にならないはずがない。上院委員会に提出された資料によれば、資金提供した中国企業の幹部は、これはハンターに貸したのではない、バイデン家に貸したものだと書き送っているのだ。シュバイツァー氏はこう指摘する。昨年中間選挙で共和党が下院で多数派となり、米議会もようやく動き始めました。米下院の監視説明責任委員会は1月30日、バイデン家の疑惑を取り上げる公聴会を開くと発表をしました。共和党選出のジェームス・コマー委員長は、バイデン家は敵国から多額のコンサルティング料を受け取っている、見返りがないとは思えないと語っています。今後ハンターは下院で証言させられる可能性が高いと思います。いや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 、文藝春秋4月号3月10日発売、明日ですか、はい、掲載のバイデン息子は中国とズブズブでは、中国によるエリート捕獲の罠にはまったハンター氏への資金提供の詳細な実態、さらにはテスラのイーロン・マスク氏が上海工場新設の過程で中国共産党に取り込まれていったプロセスが明らかにされているということでございますね。いや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 、これ、ですね、文春オンラインの方の1ページ目を貼っておきますね。1ページ目でなくてもいいんか、これ。うん、文春オンラインの方を貼っておきます。文藝春秋のサイトもあるんですけど、今読んだのは文春オンラインですので、そちらを貼っておきますが、このハンターというドラ息子、バカ息子をですね、たびたびお父ちゃんのですね、顔でですね、美味しい目に遭うてるわけですね。ウクライナとも癒着してます。ウクライナの電気かガスかなんかのこう、あれと、社員になって月500万円もらってたと言われています。まあねなんで、バイデン君が一生懸命ウクライナを支援してるのはそういう弱みがあるんちゃうかと言われてるんですね。まあそれが本当なら国を撃ったということになりますね。でバイデン君は口では勇ましいことを言うんですけど、なかなかですね、中国とですね、有効な対中政策を打っていないように思います。それもどこかで弱みを握られてるんちゃうかという気がしますね。まあ今後議会で追及されるでしょうね。アメリカの大統領がですね、パンダハガーであるなんていうことがですね、明らかになるとこれ一大スキャンダルですね。まあと言うて日本もですね、外務大臣がパンダハガーですからね、あんまり人のことは言えへんと、いや言えへんですけど。まあ、どの程度どうなってるのかと知りたいところですね。でよく言われるのがね、中国はですね、あと2年以内に台湾オペレーションを仕掛けるんちゃうかと言われてるんです。なぜか
というと、それはバイデンが大統領のうちということですね。はい、そういった非常にですね、バイデンの後ろにはですね、怪しい雲が漂っているというのは現実ですね。まあ、前から言われていたことではありますけど、この文春オンラインのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。